はい。皆さん、こんにちは。元気なおじです。今日は2月の28日、木曜日、時刻の方は13時53分です。ぴョぴョー。はい、えー。そんなわけでね、えー、この時間はミデジのお話になります。いやね、なんだかんだ言って、アマゾン見てると、ミデジのスマホがもうバカ売れが止まらない。 F1 にしてもね、えー、と何色だかな、ゴールドだかな、えー、と何色だかな、えっ、ー、と、売り切れちゃったよね、確かね。で、元気なおじいが持ってる、この A3Pro、ね。で、この A3Pro は 32GB と 16GB があります。これ、間違えないようにしないとね。で、32GB 版があの大人気で、 あの、16ギガ版と値段がそんな大差ないんだよね。前はね、あの、1000円ずつ、あの、ね、値段が違ったんだよ。でもね、やっぱ16よりもね、32じゃないとなっていうね、まあ、その差だったなと思ったんだけど、今16ギガもね、変わんないんだよ、ね、値段がそんなに。ちょっとしかない。あの、数百円ほん。ほんとちょっとだけ。なのでね、こっちを買わないと、あの、なんかすっごい損した気になる。なんとなくね。それでね、 この 32GB 版が、あの、この間までなかったんだけど、今、予約が始まりました。またね。で、なんとね、3月10日に入荷予定ということなんで、えっと、今現在ちょっと見てみると、よいしょと、はい、こちら。ね、えっと、9877円。ちゃんとね、間違いなく 32GB 版になっています。これね。はい、このようにね。 えー、9877円ということで、まあ、3月10日に入荷予定なんだけどももしかしたらねまた3月10日までにはあの手元に届く可能性もあるよねで今現在ねこれ見てみるとよいしょと、うん、このブラックも受付3月10日でこっちのね ゴールドこれもね3月の10日の入荷予定になってるので、まあ、両方同時に入ってくるんだろうねきっとね、うん、なのでねやっぱり1万円以下の格安スマホでこれだけの機能性能が詰まっててコスパ良かったらやっぱ夢デジ売れるよねで他のさあの抱き合わせの、ね、端末がすごい安くなるキャンペーンもあるけどもでもやっぱり あのそうじゃない、たまち3品で欲しい人、やっぱいっぱいいるんだよね。なんだかんだ言いながら、弓デジのスマホはめちゃめちゃ売れている、本当に。あのもう見る、見てるうちに、毎日見てると、どん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 ,どん、1、あ、食、のー、ずつなくなってくんだよね。で、ああ、売り切れちゃった、消えちゃったって感じだよね。それを繰り返してる。この間ね、えー、っとね、どこだっけな。 うん、あの、元気なおじい、これね、ラジオの検証やったんだよね。FM。で、それに関してちょっとコメント返信していきましょう。ね、えー、っとね、よいちょっと。何人かくれてるよね。はい、えー、っとね、ステファンさん,、うん、ありがとうございます。えー、地元は 70MHz 台がほとんどで、80MHz 台も、まあ、あるにはあるが、 きれいさっぱり、全滅なんだよな。ワイド FM もエリア外出しほで。そうなんだ。じゃあ、静岡まだいい方なんだね。あの、ワイド FM で地元の AM が入るしね。うん、そうなんだ。でもやっぱ70メガ台多いよね。どうしてもね。あの、静岡の FM でもね、あの、ケミックス静岡とかね、そこら辺やっぱね、79.2ぐらいだかな、確かね。70台が多いんだよ、う。ん はい。次はね、山川さんです。おじいさんの静岡はわかりませんが、私の地域では、エームラジオも FM 保管ラジオということで、ワイド FM、FM の周波数で、エームラジオも流しているので、ワイド FM の周波数に対応していれば、FM ラジオでも、エームラジオが消えると思いますってことだよね。一応これね、びっくりしたことに、105メガぐらいまでか、ね、対応してるんで、結構広いんだよね。 上がねはいそしてクイちゃんねるさん、うん、おじいこんにちはこの動画の CM にのぞみ WiFi の広告がついてるよ本当にのぞみ WiFi まだ広告出してたのちょうど大爆笑したのでコメントしました、ね、だんだん日中暖かくなってきましたが気候の変わり目お体ご自愛くださいってことでねうん今日すごいあの雨で冷えてるんであのファインヒイーター入れてる寒い今日はねいや本当。 あったかくなったり、寒くなったり、この差がね、うん、嫌だよね、ちょっとね。はい、次はね、えっと、鈴さんです。おじいこんばんは。ユメデジの周波数帯は日本では合わないから、FM は聞けない。ああ、そんな地域なんだね。従来の AM 局のワイド FM だけはなんとか受信できるのかな。今は、ラジコで静岡なら8曲聞けるから、まあ、不はないですけどね、ってことだね。 えっと、それはアプリかな確かね。うん。なんかあの、そうだね。アプリダウンロードして、なんかあってような気がする。うん。聞いたことあるかもしれない。おじもね。噂に。ね、えー、っと、ね、うん。えー、っと、窓際がついてないトトちゃんね。うん。別れたいときはね、トトントントン。デジタルの人なのか、アナログの人なのか。うん。ね、はい。そんなわけでね、えー、っと、5つコメントを紹介させていただきました。ありがとうございます。そんなわけでね、 FM は本当、あの、70メガヘル自体がね、ないので、で、あの、やっぱね、90と80いくつからかな。なのでね、ちょっと足りないんだよね。みんなが聞きたいのがない。で、ワイド FM もじ調べてみたんだけど、まだ全国であの、全体的にできないんだね、まだね。 あの一部の地域でしかワイド FM ってないんだよねおじいも今回ね初めて知ったワイド FM って何と思ったんだよ、ね、あのワイド FM ってだい九十 90MHz 以上あの使ってないんだよねで 90MHz から 105MHz ぐらいまで受信できるようになっててでその,あの使わない要は 90MHz 以上の FM で AM ラジオを流そうっていうことだよね でそれが「ワイド FM 放送」っていうらしいおじいも知らなかった今回初めて聞いたんだよでたまたまあのこのラジオ機能を調べてたらあれと思って何か放送局が入るとなんだこれと思ってで周波数調べたらあの c b s だったんだよねうんと思ってああそうなんだってねワイド FM ってこれなんだ おじい言葉を初めて知ったワイド FM 自体はねびっくりしたまたねはいそんなわけでえー、っとあと指出やっぱりねこれ人気あるよだって1万円以下でねここまで使えるのないもん快適だもんやっぱねサクサク使えるしねそんなわけでねあとねおじいの気になっているところだとユミ出地の F1 ね あの F1 もね、3月の7日に入荷予定なんだよね。えっ、ー、と、レッドとブラックがね、今両方ともあるのかな、確かね。ちょっと見てみようかな。うん。よいしょっと。ね。ほら、2つともね、あるんだよね、これね。よいしょっと。F1。で、3月の7日に入荷予定ということで。 うん、やっぱりね、これも見てたんだけど、ゴールドが売り切れちゃった。ほんのね、何時間前だろう。あのー、あったんだよね、これ、本当はね、3つね。で、なくなっちゃったんだよ。あーと思って。早い早い。うん、やっぱりね、なんだかんだ言いながらね、売れてるよ、F1 は。うん。売れてる。間違いなくね、売れている、F1 は。で A で A3 はあのー 起動できなかったゲームがやっぱり F1 では動く、ね、でゲームを遊ぶのに目的だからねよっぽどのものじゃないかに快適だと思うよ F1 はねでカメラ機能を使いたい人はやっぱり S3 Pro もうこれに行くしかないよねで今のところ S3 Pro のスペックを見ると他の登場する何と比べてもやっぱりコスパいいよね指でジのね で、まあ、おじいは期待してるんだけど、その肝心なあのカメラがアプリ次第だから、やっぱみんな気になるでしょ、どうしてもね。おじいも気になるよ。ね、で、この、Z3 Pro と、その後に控えてる、あのー、どっちの方がみんな興味があるのかなと思ってね、S3 Pro と Z3 と。で、まだ Z3 がさ、どんな状態のやつが出てくるか分かんないじゃん。もしかして、アいあの後ろにレンズが7個ぐらいついてるかもしんないよ。<laughs> すごいのが出てくる可能性もあるよ。ね。よし、そんなわけで、ね、夢でじ、まだまだ、S3 の情報はおじいも毎日追ってるんでね、まだ予約始まらないかな、始まらないかなと思って、もうあのおじいの予想だと、3月の上旬に予約受付開始するような気がしてね、あのどうだろうね、皆さんの予想はいつで、3月の10日だけか。 10日にに量産体制に入るってことでしょその量産体制に、えっと、確実に入った瞬間に予約を受け付けるか、それとも3月1日から予約を受けるか、おじいどっちかだと思うんだよで。早ければ3月1日、明日予約受付開始始まると思うんだよね、絶対に。で、そこがもし無理だったら、もう3月10日前後だと思うんだよ、量産体制に入る。う どっちかだね皆さんの予想どれぐらいだと思う、ね、で S3Pro をもしあのー、何もう情報を待たずに行くよっていう人とかあのー、それかさ物を見てから情報を見てからよかったら買いたいっていう人がいるとかさねなんかそういう意見もっともっと欲しいよね絶対 S3Pro ね注目の的だと思うんだけどねおじいね。 意外とね興味のある人はいるんだけどもうー前回聞いて何に興味があるって言ってもねやっぱり3人か4人ぐらいしかいなかったよねあんまりねなんでだろうなやっぱりもう3枚前後ぐらいってなるとやっぱもうアンドロイドだと手が出なくなるのかな誰かあのー、言ってたんだよね。Android、は いくらまでっていうね3万円だけかな確かいくらまでならアンドロイド出すけど資料超えるんだったらアプリいくよねってね昔なんかそういうの聞いたことあるんだよ、うん、おじいはもうそんなにね3万円も出せないけどねアンドロイドにねおじいあれ買ったのいくらだっけなネクサス7思い切って買ったんだけどね2012年度バージョンね、うん、おじいにとってはすごい大きな買い物だったんだけど、えー、そんなに長く持つもんじゃないしね うんパソコンの方が全然長持ちするもんね。コスパいいよね。やっぱね、パソコンの方がね。うん、はい。そんなわけで、ユめデジどん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 ね、盛り上がっていきましょう。みんなの、あのー、期待と希望をガンガンお待ちしております。以上、おじいでした。本日のユめデジ情報はここまで。またねバイバイグイ。